こんにちは。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は吉松行き観光列車イザブロ1号です。このイザブロ終点号は明治42年開通当時の清新大臣山形イザブロと鉄道院総裁後藤新平の名前をとって名付けられました。味わいのある駅舎はもちろん、四季折々の景色や当時の最高鉄道技術であるループ線やスイッチバックなど歴史深い道のりが続きます。終点の吉松駅には11時22分の到着です。本日ご案内します運転手は村岡、客室乗務員は川村です。その今から切符の拝見に参ります。切符やお乗り換えなどご不明な点がございましたらお気軽に声をおかけください。それでは皆様、のんびりとした列車の旅をお楽しみくださいませ。